第45期王位戦決勝戦、司会実況の広志達也です。解説は藤崎聡、広志綿が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。それでは対局を開始ください。よろしくお願いします。はい、ただいま立ち会い人今野慎太郎の合図により5回戦が開始となります。第45期王位戦決勝戦は一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールシステムは半チャン5回戦を行い優勝者決定となります。5回戦はチーチャから林、ナンチャ柴田、シャーチャ小笠原、ペーチャ森下の並び、トンの一曲ドラはパーソーです。さあいよいよ、第45期王位戦決勝戦も最終5回戦を迎えることとなりました。この半チャン終了時、トータルポイント最上位者が優勝となります。さあ、もう間もなくポイントの方が、出るとは思います。今しばらくお待ちたいと思います。まずは林、こちらのハイパイ。さあポイント出ました。出ませんでした。ドラの表示がちょっと間違ったようですね。ドラはパーソーです。さあ、小笠原、さあ出ました。さあ、藤崎さん、はい、最終戦となります、はい。見どころいかがでしょうか。そうですね。もうさっき柴田プロと喋ってた、そのままになりましたけど、はい、31.3 ポイントですか、林プロと森下プロの差がね。はい、ということは、30ポイントを超える差っていうのは、基本的にはもう浮き沈みじゃないと変わらないので、はい、まあ、森下プロを沈めて林プロがどれだけ点数稼げるかと言ったところですかね、うんうん、あと柴田さんと小笠原さんに関してはね、それこそ何か事件が起こらないと、はい、もはや届く点差ではないので、まあ、100万例えば直撃とかね、はい、あの1万6000オール積もとかになって初めて条件考えるような感じにはなってるので、うん、とにかくもう親番全力勝負ですね2人とも、はい。さあまずはですね、はい、このなんちゃの柴田が何に続いてペーのポンで、はい、これはちょっとテンパイ取らない可能性もあるんじゃないかという、少数紙見てますね、はい、ただ6球ピン入っちゃったら、まあ取るでしょう、ね、しょうがないですかその時は、はい、これシャートンの重なりは取らないでしょうね、おそらくね。さあこちら森下ドラパーソー、ちょっとただごとではないぞといった感じ、はい、ただ展望状況が展望状況だけにね、はい、みんな少数紙って感じにはなるでしょうね、う対局者ね。ただ何、全部やめじゃないの、誰も持ってないですね、うん、あれ、これ本当に普通にあってか 3枚ずつ残ってますよ。6山じゃないのこれ、うん、トン引いてシャー引いてトン引けばいいわけですね。ただ順番バラバラですけどね、はい、6球ピン先に引かないことがただ唯一条件になりそうですね。そうですね、そこさえクリアできればテンパイぐらいまで十分ありそう。たられば言ってもしょうがないですけど、もし万が一100万積もったらどうなりますよこれ。もし万が一100万積もったら73ぐらいの差、73ぐらいの、もともと73ですね、はい、40、50ちょい、あ、それでもですもんね、100万積もってようやく条件が見えてくるぐらいですか。うん、やはりここまでの差が相当大きいことには間違いなさそうですね。100万積もると素点、はい、まあ、積もるので100万素点で40ポイント、あとは順位点と、順位点で12ポイントプラス2ポイント14ポイントですからね、はい、52ポイントしか変わらないのでまだ2万点ほど下がりますね。トンが1枚林に行きましたね、はい、なのであれですよね、森下プロの親番で100万積まれると相当大きいですけどね。そうですね、うん、森下プロ一旦ラス目に落とせるしね、はい、親かぶりもありますから、うん、いやここは森下プロはおっかないから現物しか切れないでしょうね、うん、一応パーソーとウーピンね、現物だけどどっち、親に対してどうするか、うん、まずはウーピンから。まあね、めったにないとはいえこの局面ですからね。おーと、これはいいよね、うん、いいシャンテンダブトンだもんね、しかもね、うわーテンパイしちゃった、トンが出る、そのトンを仕掛けた林がこれでいいシャンテン、はい、うん、こうなると森下プロからは一瞬にして子供のね、柴田さんのあの仕掛けよりダブトンの方が怖くなりましたね。シャアが3枚ありますよ、うん、これでも林止めれないかな、テンパイだウッパーピン、いやテンパっちゃったら止めれないでしょうね、はい、止
ここで5人打つと結構きつくなるな。森下はめちゃくちゃ楽になる。さあ、ウッパーピンかシャーかどっちが先だ。ただ柴田はウッパーピン引いたらやめる、あの町を変える可能性がありますか。ないですね。あ、振り点か、ウーピンがないんでパーピンだけなので。そんなに多くもない、はい、2枚なのでパーピンしかないってことはなおさら変えられないよね多分ね。そうですね、パーピン2枚、シャーが3枚。さあ森下ここは慎重な判断。そう、ね、見逃しまで気にされてる。ああそういうことか、うん、あこれは振り点だ。リアンウーピンスーピンになりましたが、ウーピンを自分で切ってますね。そうですね。でこの展開になると柴田さんももう飛車切りづらいかもしれない、ね、ああなるほど、逆に。だって周りの人たちはね、あの仕掛けで柴田さんとも飛車も持ってそうだっていうイメージで手を進めてるはずなので。はい、さあまだ十分残ってるぞ。お互いの上がり牌を山に5枚もある。この順目に来て決着はつきそうだぞ。どっちが上がる、林の3級か柴田の5200か。んうん、あー積もった。ここは林の上がりとなります。南本一1300-2600の積も上がり。林まず1回目の親が落ちます、はい、これは森下にとってはめちゃくちゃ嬉しいこと。いや嬉しくはないし、嬉しくはない、ね、あの自分の原点が削れたので、これで林プロがちょっと上がればトップラスとか作りやすくなるので、うんうん、自分の点数削られるのはね、ダメか、あの嬉しくはないですね、はい、親が落ちたのは嬉しいってことですね。そうですね、はい、親が落ちました、はい、林あと残す親は1回。この差はさすがに親がないとなかなか楽な差ではありません、うん、そんなに簡単な点差ではありません。ドラはパーピンです。さあ親は柴田、はい、白髪統一、またさっきとなんか似てる、薬満の匂いがする、うん、そんなハイパイ。小笠原の白がどうなるか、はい、まああの確かあのここまで来られるアマチュアの方ね、はい、大体というかもうみんな間違いなく強いんですけど、強いだけじゃなくてやっぱりね、あのアマチュアの方は持ってらっしゃる方が多いですよね。なんかね、だってさ普通に考えていただければ分かると思うんですけど、はい、アマチュア予選ってまずどんなに狭い枠かっていうことですよね。そこを勝ち上がって本戦に来て、さらに4分の1を3回ぐらい勝ってきてるわけですからね、はい、なので本当に強いだけではなかなかねここまで来れないので、うん、その日の調子やその時の勢いみたいなのも勝って出ないと、そうですね、なかな か,、はい、かあの狭きもんですからね、うん、だからずっとね、あの昨日なんか結構苦しんで勝ち上がられましたけど、ずっとあの圧勝して来れることは多分ないので、やっぱどっかで苦しい戦いをね、はい、あの勝ち上がってきてるはずなので、まあそうですね。さあ林差し子見えてきたぞ、で森下ドラドラなんですよね、単葉が見える、うん、やっぱ白が重くなるな。差し子かドラドラか、それとも親の柴田か、はい、ピンフのイーシャンテン。いやただね、森下プロさすがだね、やっぱりね、まあ、あの正解か不正解かは分かりませんけど、はい、全く安全牌みたいなの持たないで、そうですね、まあ、口に広げてますからね。そして老僧のポンをして単葉のイーシャンテンです。うん、これどっちもあったね、イーピンジャンピンもありましたね。は、柴田イーシャンテン、さあどうだ、本店にするか、うんうん、ピンズを決めるか、ピンもありますね、ピンズを決めた、換算ピンの固定、リャンピン切りだけはないでしょうね、リャンピンが唯一の親の現物ですからね、うん、なるほど、うーパーソー、パーソーですか、シャンタの目も一応ある、うん、パーソーで、急走、ああパーソーはもうでも、うん、ね、もしかして万が一に当たる可能性もあるってことですか、万が一のウッパーソー、うん、
ガーチャンタの目が出るぞ。あ、イシャン、あ、テンパイか、ごめんなさい、ちょっとすいません、間違えましたね。パーソーと悪のシャンポン待ち、うん、安全に、安全に行きます。うわ、ちょっと危ない。うわ、白だ、うん、リーチ約約9600の上がりとなります。柴田です。はい、もう柴田さんとしてはこれを続けていくしかないのでね。はい、まあ、小笠原からすると最悪のタイミングでのリーチだったというかもしれません、うん、林プロから言ってもあんまり嬉しくない展開ですよね、はい、トップラスが非常に作りづらくはなってますんで、うん、まあ、トップ3着がこうなると精一杯だと思うので、はい、そうすると初点で2万点ぐらい開けなきゃないですからね。そうですね。さあ、ドラーローソー、こちらが親の柴田、小笠原の手がめちゃくちゃいい、うん、ん、森下、うん、おー、チーマン切って一気に本一。さあ、続いては林です。三四、うん、が見えるか。しかも早かったね、本一に行く判断がね。あ、これ本一ぶつかりますね、親と。あの、もし取んなけてね、はい、1000点とか1300の上がりもめちゃめちゃ大きいんですけどね、無視ですからね大したもんですよね。親と森下がどうやら本一だぞ、うん、こちらはピンズ、ソーズがやや多めの林、はい、いや、林プロのメインキャンピングも決まる可能性はねありますね。マックス3色ですからね。おわわわわわ、いや、気になるね、この曲の結果は、うん、泣いていくかとかも、うん、ああ、これが泣きそうですね。ここはいいピン、はい、約杯2組統一になりました、うん、トーンが小笠原に行ってますからちょっと出は遅くなる可能性があります。うん、でも出そうな気がしますけどね、手が押してくれば、うん、次出ておかしくないですけどね、うん、あー、パーピンから行きましたか。形を決めてってことですか、うん、親の現物のとなる牌ですが、ここを攻めていく。これで小笠原さんのトーンは若干止まるかもしれないですね。ただ親が進んでいく、うわ、メインホンチートイシャンテン、イシャンテンですね。あ、自敗の方を残した。お、メインホンチートイシャンテンだともうパワートーン出ましたね。さあ、これでポン、リャンウピン強いね、点ですね、リャンウピン。これは柴田も止めれないですもんね。しかも本一には見えないでしょうからね。いや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 、この5200大きいぞ。ああ、ドラドラ、森下チュンポンします、しないでしょうね。積もった、あっさり、これ大きい。トン本一、1300-2600の一本場、1400-2700の上がりとなります。いやー、これは優勝に向けて大きな上がりとなりそうだ、はい、うん、起き上がりになりましたね。そうですね、パーピンポンの判断から良かったですかね。うん、まあそうですね、パーピンは比較的動きやすいところではありましたけどね、うんうん、はい、まあ俺も思い切っていって。さあ、トンの3局です、はい、親は変わって小笠原となります。初めての G1 決勝戦はここまでは厳しい戦い、うん、残す親番はあと2回。ドラ、わあ、ドラ統一のダブトン統一だ。こういう手がもっと早くに欲しかった、はい、間違いないです。はい、これを上がってつないでいきたいぞ。森下メンツはなし、はい、ん、トンはない、林もメンツなし、はい、あ、トンドラ表示合いだもんね。ドラ表示合いです。はい、左官数層が入った柴田は2面つ完成しています、うん、柴田さんどうですか、小笠原ちょっと苦しいポイント状況になりましたけど。そうですね、本当に何か苦しい、ここまでで何かこう
なんでしょう、打開する場面とかあったりしましたかね。打開する場面、はい、うん、でもそれが良かったからここに来れたっていうのもあるじゃないですか、うちからね、うんうん、やっぱり僕と、はい、ね、自分と考えると違うところいっぱいあるんですけど、だからこそいいことがあったなってずっと見てて思ったんですよね、昨日から、はい、だから頑張ってほしいけど、あの親密の場面とかどうでしたか。あ、報われなかったけどね、うん、ちょっとナイストライではありましたよね、うん、あれが上がったら全て変わっ、ね、いろんな世界があるなとか思っちゃいますよね、うん、はい、あ、飛んでた、はい、もう本当にね、あれが1回戦目のハンちゃんに来てくれればね、迷わずダブル言えますからね、うん、そうですね、いいですね、うん、さあ小笠原ダブトン仕掛けます、虎の難が手に統一、これね、リードしてる森下プロからは効くんだよね、ダブトンポンって一番。本当ですよね。あの基本的に面前で行った時にもうあの追う側の柴田さんと小笠原さんはね、はい、あの基本的にはもう闇点のないくらいの局面に入ってますので、面前で行かれてる分にはある程度楽なんですけど、はい、ダブトンポンだけはリッチって言ってくれないので、テンパは教えてくれないからね。そうですね、しかもハネマンインシャンテですね、ダブトンチャンタドラドラ、ドラさん、あ、ドラドラか、はい、はい、ドラドラですよ、はい、いいですよ、トンがドラと思ってたんです、柴田さん、助け合いじゃないですか、はい、最後まで、はい、はい、ドラの表示牌がトンですから、ナンがドラですね、はいはい、あ、そうですね、テンパイですか、テンパイですね、テンサンピンの役なし、はい、いやこれでも一回テンパイ外していくとなるといいピンチとかになって、そうですね、ただ捨て牌がもうものすごいちゃんたっぽいもんね、切り出しからしてね、イーマン引かれたらイースマン引かれなければいいんですけどね、柴田からするとイースマン引かれちゃうと結構危ない気がする、3ピン上がれない、上がれない、役がない、3ピン2枚切られちゃったからね、これどっかのタイミングで1ピン2ピンになりそうだけどな、ほぼ外すでしょうね、ほぼ外す未来がある、引かれないければいいけど危ないぞ、危ないぞ、怖いぞ、もう現物になってる、当然そうか、うん、お、もうちょい、三品は一応あるんですか、これ一枚あるか、うわ、手詰まってる、森下まだウーピンがあってウーマンがあるんで、そうですね、はい、お、これはポンですか、さあ小笠原テンパイだ、ダブトンドラさん、ドラドラですよ、ダブトンドラドラ助け合いですよ、はい、あ、打たないね、さすがに打たないな、ウーピンあってウーマンありますからね、はい、まあ、しかもね、あの223から2がポンでちゃんたけの捨て牌に見えるので、うん、はい、で4枚目の1万ですもんね、うん、うわードラ来ちゃった、何回3ピンが出てたんだ、ドラは1枚残ってはいます、数万があと2枚ですか、スーマート2枚持ったり少ない、 うわ取った小笠原反撃の一撃、ダブトンドラドラ3900オールの上がりとなります、はい、んこの上がりはね、うん、林さんにとってはいいですよ、ね、これ森下まくりますよね、おそらくっていうよりあの、まあ、森下プロの点素点を減らしてくれれば、どの道あのね自分が上がらなければ逆転優勝はできないので、はい、自分が上がった時にも自然に森下プロがあの3万点割れてきますからね、うん、逆転はまだしてないか、もうちょっとで逆転だ、着順の開きも大きくなりそうです、うん、さあドラは3層です、はい、お、チューンが統一になっています、まずは9万から森下2メンツ、これはいい手だ、ドラメンツも出来上がって、はい、林は白が統一、うん、
林プロは難しいね。打点とスピードのバランスをどこに取るかですからね。これはもう正解がないくらいの局面に入ってきてますからね。どう打っても一長一短あるんだということですか。打点はもちろん欲しいけどみたいなね、はい、あんまり悠長に構えて森下プロに上がられたらもうそれこそ取り返しつかないしみたいな状況になってきますからね。確かにそうですね、うん、柴田はドラの3層が2枚あります。まあ、森下プロの浮きがほとんどなくなったんでね、はい、これこのままで親番来て4000ウルトが引けばほぼ逆転でしょうから、ほうほうほう、うん、1、3とかっていう風になるってことですか、イメージで言うと。そうですね、どうするか、4000ウルト逆転しないと、うん、ちょっと足りないですか、はい、もうそういきましたね。統一制ですか、本一と天秤ですね、はい、まあ、名本チートみたいのを一番見ながらっていう感じですかね。ポンはしますか。しなさそう。しないでしょうね。しない、うん、ポンして最終形が見えないもんな、うん、どれですか。さあこれは数万を切っていきました。うん、まだチートイと天秤ですね、はい、うん、大事な局面で林プロが進まないもんね。お、イシャンテンですよ。イシャンテン、はい、ウーピンキューピンさあ小笠原チャンスです。さあドラドラの柴田、こちらもイシャンテン、はい、林さんは白ポンとかあるんですかね。どうなんですか。どうなんでしょうね。まあ、今までの戦い見てると一枚目はないんでしょうけど、ここはちょっとね条件が違うのでね。これでどうでしょう。これでだいぶ泣きやすくなりました。泣きやすくなりましたね。うん、小笠原さんも2枚切れてるパーマンでね、重なりづらいやつをあえて残してありますね。もう面本じゃなきゃ嫌だよと。そうでしょうね、はい、うん、林もウーピンはつもぎりですか。本もうピン座ちょっと持ってられないっていう感じですか、うん、これって、うん、全く必要ない嘘ですもんね、どっちかっていうと。これは怖いけどドラッときますペン2枚切りなんですよね。おお、なるほど。じゃあ小さ切りもある。うん、できました。まあ安牌を消費する格好ではありますが、チートへのイシャンテンでもあります。チーピンかな。未だに白をポンするかどうかのあれが残りますね。これもそうですね、白が、うん、これはウーピンになりますか。キューピンが1枚、白が1枚、リャンピンが1枚、1枚、全部1枚。おうわー、ジリコ、これスーアンコですよ。おキューピン、チーマン、ウーソー、キューピンが1枚でしたね。ウーソーが1枚、チーマンが0、ゼロ、うん、じゃあ1枚1枚だ。あの嘘を残しがここで生きてくるとかありますかね。本当ですね、こんな格好で生きてくるとは。あ、嘘ない、場に1枚切れていた、失礼しました、うん、ってことは積もり数眼光の上がりはなさそうです。4ピンなくなった。なあ、チーした。おお、なるほどなるほど。目に見えてないのかな、うん、場に3枚目のリャン、場に2枚目、自身から3枚目のリャンピン、はい、イーシャンテンからイーシャンテンの仕掛けだけど、はい、こっちの方がテンパイはしやすいだろうってことですか。動きは取れる形です。ソーズだぞ、急走スーソー、うまいうまい小さかスーソ
数層2枚切れてますね。親絵の現物はどちらも現物。マンズ選ぶ手もありますか。数枚2枚切れてるんで。マンズを選ぶか。3万切りもありますね。ありそう。それかここでリャンゾーとパーソーを白黒つけるか。つけた。つけましたね。パーソーでパーソーウェルカムと。うん、ないパーソーがない。パーソーが1枚もないぞ。ってことはウッパーソーが1枚もないってことだよね。そういうことですね。ただ数万ローマン全山だから打てないか。テンパイまでは行きそうだね。数万2枚とローマン4枚いるんじゃないこれ。あ、本当だ、ありますね。まあ、ただ上がりまでがね、リャンソーですよね。そうなるとあリャンソー2枚ありますよ。あ、1枚か、リャンソー1枚。でもまあリャンソーダメですからね、もうね、スーソー打っちゃったんで。あ、そうか、ウッパーソーにしちゃってるんですもんね。失礼しました。テンパイまではあるかもしれません。さあ、小笠原テンパイできるか、レンチャンできるかどうかですね。はい、ピンズはもう切らないか。うん、つまんないですね。もう質問もないですからね。そっか、はい、自力はあるか。ない、うん、これで小笠原1回目の親番が終わります。はい、林プロテンパイなるかどうか。脳天だ、全員脳天。トンの3曲は全員脳天で流曲となります。はい、さあ残す親番あと1回。さあ森下、はい、トータルポイントもリードして親番を迎えます。トンの4曲、はい、ここはそこ、例えばね2000オールとか26オールとかもし上がるようだと、はい、まあかなりの決定打になりますね。なるほど、ここまでずっと攻め続けてますから、この親番でももちろん攻撃の手を緩めることはなさそうですよね。まあ戦う相手が誰かにはよるでしょうけどね。うわ、悪いな、これはちょっと国士無双みたいな手来てますよ。これはちょっと攻撃の手緩まるかな。緩まざるを得ない。これはちょっと緩めざるを得ないか、はい、まあ、めちゃくちゃ大きい手狙ってうまくいけばみたいな。そうですね。うーん、林の手がいいかな。うん、ここリーチでね、つま上がれば、はい、ね、だいぶいいところまで。うん、リーチでつま上がりますか、うん、ここは一発森下を原点割ってもらって、その差を広げていきたい。はい、まあ大体目安がね、はい、2万点上なので、現状8000点ぐらい負けてるから2万8000点ぐらいの差ってことですかね、大体ね。うん、2万8000結構な差だね。結構ですね。いずれにしても親が大事になりそうな差ではあります。うん、そうですね。チートイツのイーシャンテン柴田、先ほどのね、あのオーラス4ポイント差だったじゃないですか。はい、あのリーチピングでね、はい、こんなに差がついちゃうなんて。本当ですよね。もう目と鼻の先にいた森下が30ポイントほど向こうに行っちゃいましたからね。うん、何切ってるのか。そうですね。でも国士ですか。うん、ピンフのイーシャンテンですよ。ドライチありますし、そこは消せないかな。ウーピンですか。スーピンが2枚切れている、ウーピンも1枚切れている。まあこれウーピンちょっと話しやすいかな。うん、これはチートイツに決めた1打ですか。3万。そうですね、はい。うん、であれば2枚切れのスーピンとかもありましたけど、ね、うん、おお、最高の3ピン残し。 E ピンが2山。うわ、来たか、林来たかもしれない。スーピンがなくなりましたね。スーピンはなくなってもいい。スッチー版が結構なきつさかな、むしろ。そうなの。123残り3枚。ああ、まあもちもちですか。まあまあじゃないですか。E ピンは2枚ですもんね。
これは残して、あ、残した方が良さそう。おお、これも切った。へえ。あ、天杯だ。これ良さそうよね。このリーチはでかいぞ。両ピン短期のチートイドラドラ単ヤオ。ほう。これ二山。いやっていうかこれ林が危ないんじゃないの？危ないですね。これ林危ないんでないの？はい。あの降りないかもしれないですけど、もう一枚掴んできた時がね、両ピンは切っちゃいそうですよね今のところ。うん、すぐに両ピンというわけではないでしょうが、森下プロは多分打たないんで、急走が2枚続けますね。まだ両ピン引いても打たないですよね、おそらくね。うーん、うわー、危ない危ない危ない。逆に3,000-6,000ツモだと、3,000-6,000ツモだと森下が沈んで、もう親ですからね。はい。そのまま林プロからすると3000点縮まると思えば、約25,000点差ぐらいの感覚ですから、悪くはないですか。ほうほうほう。自分であのイーピン引いてくれる方がいいですけどね。うわー、両ピンどこ行く、どこに行く。いやでもね、危ないですけど、所詮考えによってあと2枚ですから。うん、林プロテンパると盛り上がるねこれ。そうですね、森下これで9万が3回続く。引けない。スッチーマンも引けないのか。どこに行った。うわー、数万が1枚流れる。残り2枚、スッチーマンとイーピンが2枚ずつ。リャンピンも2枚あるぞ。リャンピンは全く出てきません、ね、ああ来た。あと1枚、小笠原のところに来た。あと1枚、これ林が追いついたらもう一気に逆転するかもしれない。なんだパーソー、無筋順目は深くなった。ここまでいい手でキープしてきたが、3,000-6,000のイーシャンテンいった。優勝するための一打、危険杯のパーソーをした。怖いでしょうけどね。何度もこんなチャンスないっていうことですかね。ツモは残り4回、よく頑張る。うわ最悪、押すかもしんない。これトンより両ピンの方切りやすいもんね。いや打っちゃうんじゃない。最悪だ。この12,000は林を地獄に突き落とす上がりとなるかもしれません。あーちょっと頭を初めてグラッと下げましたよ。点数の確認の、はい、返事と同時にちょっとうなだれる表情。これ2番手は変わりましたね、トータル2番手がね。はい、リーチ単野チートイドラドラ12,000。さあ林、この親番でしかし頑張るしかない、はい、残された道はそこしかない。もうこの親番でやるしかないですよね。はい、はい、柴田さん今の報酬いかがですか。いや林さんね、はい、まあ、切らざるを得ないっていうところですかね。サドルはチーソーです。あ、いいぞ。うん、これはかなりいい手だ。こちらが笠原。うん、トンアンコは森下がすでに今は難入となっています。これでわずかですが柴田が、まあ、着順上に来てるということですね。そうですね。ただ柴田はもうこれ以上順位点が上がることはないと。まあ、まあ、森下プロの順位点下げることは簡単なので、はい、マイナスにすることはね、うん、意外と簡単ですから。10ポイントぐらいはすぐに縮まりそうなイメージではありますか。ただトップ2着でいくと13ポイントしか順位点変わりませんから。はい、今73ポイント、はい、60ポイント、6万点の差をつけなくてはならない。6万点差をつけなきゃね。あと4万点、うわ遠いっすね。これだいぶ楽になったね、森下プロはね。やはりこう林が大きな報酬になったということが森下にとってはやや楽になった、ね、でも勝負いくよね。いくでしょうね。あの局面でハネマン積もるとあと1万点の差切ってましたからね。あ、なるほど。9000点ぐらいの差までいくチャンスででしたから。
さあ柴田、ここはパーソンの統一に手をかけました。森下はドラのチーストが統一です。うん、これはいいぞ。メンタンピン、イペーコンみたいなの見えてきましたね。柴田さん、これどうですか、一色なんてあります？うん、全然あるんじゃないですか。泣きもありますかね。泣きは現状ないような気がする。もう少し面前で様子見て、このここ、ね、場合によってはお、うん、これも面前ですか。そうですね、ドラ1、あのドラ受けあります。もうちょっと短期待ちでとかいろいろ変わった時に、うん、一色で渡る、はい、ケースもあると、うん、うわ間違いたくないですね。6級ピンがローピン2枚切れ、ここ、うん、おー、リャンマン切ってジャントを求める形、2ないですもんね。5が2枚切れでやっぱこうなりますよね。あ、リャンマンも決めづらいか、うん、チーピンパーピンの重なりをね、はい、実は狙ってるみたいな。で6戦ぐらいですもんね。そうですね。チーソーはあ、ないんだ。6戦オールは一気に返ってくるんだ。面白い、ね、チーソーはないですか。チーソーないですね。ああ、そっか。6戦オールは一気にお帰りなんだけどね。おお。そのチャンスはこの曲に関してはちょっと難しそうではありますが、あと森下が今役なしのイーシャンテンを勝負するかどうかなんですよね。この辺の順目がギリギリですね。これ以上遅くなったらなかなかね、はい、勝負しづらいと思いますけどね、うん、ちょっと余裕ができちゃったがために、はい、リーチ打ちにくいですよね、うんうん、もう一度、はい、あのその競りというか、うん、にする必要はないと。まあただ東海一でしょ。そうですよ、うん、ドラがね、あんことパワーテンパイですが、あ、ごめんなさい、短期待ちになります。まあ、ウソ短期リーチいきますか。あ、そっか、リーチもあるんですもんね、うん、もうもう一刻も早くリーチして止めるっていうのも一つのね、うん、そうですね、はい、さあ、ウソ短期でリーチになります、うん、まあ、これはもう上がれるとか上がれないとかじゃないっていう感じですか。そうですね、あの9ピンを引いてしまった時点でちょっとね、はい、打点的魅力がもうないし、ね、街を変えたところで、街が少し良くなるだけで打点がそんなに上がるわけではないので、はい、例えばローピン引きだとかだともう少し探って上がりやすいところを求めるっていうのもありなわけですね。そうですね、ただそれより歌とね、まあ、リーチって言っておくと、うん、森下プロはほぼ止まりそうと、はい、で他の2人も結構よっぽど手になってない限りは止まるので、うん、まあでもね、これドラのチーソーがないのは救いだよね。そうですね、これでチーソー引いてきたらあっちもね、割にね、あっちっちですよねあー、そうくなった。上がりはないですが、はい、連チャンはできそうなムードはあるが、うん、1人テンパイは取れそうですけどですね。森下ももう無理はしないでしょうから、一応一応ちゃんとなる、ね、はい、ローソー短期は無理でしょ。うん、ドラ表示配短期ですね、はい、これでトーンを4つ並べる、まあ2つまででいいですけど、遠巻き捨てていけば安全にはいけます、うん、つも番ぐらいですね、はいはい、さあ連チャンには成功、まだその可能性を残します。何の一曲は林の一人テンパりで流局となります。林プロまだ1年目ですか、はい、昨日のね最終戦があまりに素晴らしかったのでね、ちょっとねもう最後の最後ちょっと一意地見せてほしい ね、 うん、なるほど。三段の一曲一本場、大きく離されましたが、
ドラマ社、はい、そうですね、もうそれこそさっき言ってましたけど6000オール一発ぐらい来てようやく条件が見えるぐらいですからね、はい、うん、まずそれぐらいをぜひ見せてほしいと、まあ、あの 間違いなく言えることは、はい、林プロがこの半チャン森下プロがいくら知ったところで、うん、3万点に回復しないで優勝できる可能性はほぼないに等しいので、はい、現実的にね、またなんか柴田の手が夢のありそうな国士と大三元、うん、なんだこれ、何種なんだこれ、頭2つありますよね、頭2つと7万が余ってる、え、リャンシャン店ってこと、うん、本当にリャンシャン店ぐらい来てますかこれ、うん、あれ今吐く重なったらどっち行くの、そうそう思ったんですけどどっち行くのかなって、あ、まだちまだ1万切れるか、1回7万でしょうけどね、これ何、イーソー急走トーンですね、うん、やっぱり何度見てもイーソー急走2枚ずつ、トーンは4枚、お、いやー、やっぱりあの藤崎さん言った通り持ってますね何度も何度もこんなものすごい手が来るなんて、あ、小笠原もかなり時間をかける手になってますね、はい、これ国士無双積もったらほぼ並び、うんですね、あら、イーシャンテン、イーシャンテン、うわー、イーソー急走、え、並びだよねほぼね、これ国士積もったら並びですね、はい、しかも、ね、てか逆転するかな、逆転しますね、うん、ほぼ並ぶぐらい、小笠原さんも捨て牌が派手じゃないですか、うわ、びっくりしたねイーソー急走は2枚ずつありますよ、上がりやすいかもしれない、うわ、怖っ、この順目で国士無双イーシャンテン、だからもし万が一直撃は大変なことになる、大変ですね、うわ、積もったら逆転しますよね、一回しますね、やっぱり一度はする、うん、まあ、ほぼでも並びだよね、多分ね、はい、イーソー引きたいですね、モーパイ似てるやつ急走だ、急走が2枚目、まだ減ってはいません、完了門リーチ だ、これはもう柴田降りないぞ、降りないよね、はい、完了門は嘘だろ、嘘、山さん、山さん、あ、これリーチがいい判断になるかもしれませんよ、ひょっとしたら一発で、うん、柴田がリャンマンを掴むようなことがあると、この森下のリーチ判断がものすごいことになる、あ、そうよね、はい、積もる分には同じですもんね、一緒だもんね、点数の、いや、うわー、リャンマン掴めた、あ、これやっぱ林がリャンマン切ってるってのも大きかったんですかね来るしかない林、うん、いやー、ここは林の親番と、そして柴田の国士無双のイーシャンテンを一刀両断、リーチ1300は1600の上がり、はい、こんなに大きな1600は見たことないぞ、まあ森下プロもね、はい、もし変えて見直すことがあったら危なかったんじゃないのみたいなことにはなるでしょうけど、はい、いや見事でしたね、そうですね、この上がりは非常に大きいかもしれません、上がり逃してたらね、そうですね、国士無双のつま上がりあったかもしれないからね、本当ですよ、さあ何の2曲と変わります、ドラは数万です、もうさすが東海一、ね、東海一です ね、 本当にね、はい、徳川家康と一緒のあれでしょ、カモリでしょ東海一って、そうなんですか、違ったっけ、僕もあんまりその辺のあの額も何もないもんであれなんですけど、柴田さんどうなんですか、全然わかんないです、失礼しました、はい、ちょっと助け合いならず、今日初めて今日初めてそれぞれが、はい、よそを向いて歩き出すということになりました、はい、さあ何の2曲、はい、柴田にとってもこの親は、この親が落ちるということはそれすなわち優勝がものすごく遠くなるということを意味します、そうですね、はい、さあ森下にとってはあと2曲、はい、なんとか乗り切りたい、第39期に続き2度目の王位獲得となるか、うん、こちらが森下、はい、
ぱり書店で6万点差が必要なので、はい、そうだね、4万点今日の差ですか、林ですか、いや柴田、あ柴田ですね、林としては残り3局まだこれ可能性一応あります、あの3積もり上がりで3万点付近まで戻れば可能性ありますね、うん、それかあの直撃をから森下プロからの直撃絡めてね、はい、マンガンハネマンぐらいですかで条件が出るぐらいじゃないですかね、おそらくね、うん、今祖典 で、まあ、2万点ほど負けてるわけですよね、うん、だからなんかマンガンハネマンぐらいつもつもでいけば多分オーラスハネマン条件ぐらい残ると思うんですけどね、うんうん、1着3着で終わった場合は 19.3 の差が必要なので、うん、まあ簡単な差ではないですよ、うん、これだと順当にいっても勝つために2着3着だもんね、うん、そうですね、2着3着なんてちょっともうとても大変ですね、うん、そこがね20ポイントと30ポイントの違いよね、あーやっぱりね、なるほど、沈めなきゃいけないってやつですね、さあこれはドラスーマンですね、スーピンが2枚ほど切れている、うん、ローピンも2枚切れていますが、うん、イーペイコの可能性が薄いということで3ピンを切っていった、うん、厄介方になりましたけどね、もう局面的に厄介だよりはだいぶしづらい局面にはなってきましたけども、はい、うん、これでいいですか、死になりそうですね、うん、やはり簡単に終わらせてくれない、うん、柴田のリーチは6球ピンです、はい、まあ、着方によっては林さんは林プロは勝負え言って泣いたの？そうね、すごいわ、いや森下プロだけは行くと思わなかったね、イーシャンテンですよねまだ、うん、でシャアが通ってない、うーわー、三蔵もねちゃんとなんかとても危なく見えますけどね、ほう、壁は一つずつ自分でぶち壊していこうじゃないかと、うん、親の現物を消費したわけですからね、はい、そもそも、うわ天敗だよ、老僧まあ切るんでしょうね、一応現物待ちだけど、こうなったら、これ上がっちゃったらすごいね、うんうん、ちょっと規格外だぞ、はい、規格外、わあ9ピン積もった、柴田以上見せます、リーズもイーペイコー2000オールの上がりです、しかし森下の存在感、うん、すごいね、とんでもねえや、うん、4万点ちょっと勝ってたんだもんね、ってことは1万2000の直撃はまあまあ寒くなりますからね、うん、すごいよね、まあただ瀬戸駒プロがよく言いますよね、余裕あるうちに戦えと、うん、一発目で叩きに行けっていう人とかいますからね、うんうん、さあドラゴリアンソー、ああこれは悪い、ただ今の上がりで森下は原点を割りましたか、はい、はい、まあただね、あの林プロが沈んでる以上はあんまり原点にこだわらなくてもいいので、うん、2万5千点あと3万5千点ぐらいですか、うん、そうですね、柴田さんもドラドラでチャンスですもんね、うん、3万5千点ってことは6千オールぐらいでかなり現実味が帯びてきますね、いよいよあと一息ですもんね、うん、マンツモとかオラス残るかもしれませんから、うんうん、ドラドラは林もドラドラですか、うん、わお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 、シャアいっちゃいます、シャア切りたい、見えてきましたね、はい、6千オール見えますよ、
6戦ホール丸見えですね。はい、でもニャンピンポンする可能性ありますよね。 5%。 うーん、林もね、わー、来た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 、これ3006歳ありますね、こっちも。うん、ドラ1枚切って3006歳あるかもしれない。さすがの東海1もパンパンにやってきましたね。あれシャー切ったら、あれシャー切ったらすげえなと思うんだけどね。パーマンが薄いからってことですか。両面地位からいきましたか、ね、もうとにかくこの矢はもう離さないぞと、はい、まあ森下としても大変な人相手にしています。うん、ただここはね、林プロも手になって、もう勝負手になってますからね、はい、一切抑えることがか、もう引き方によってはドラのリアンゾーまで切ってる位置になりそうですからね。ありますよね、はい、全然あるなと思います。なんだろう、あ、これはスース、うわ、リアンソーじゃないですか。これはリアンソーしか切りようがない。1、2、3と2差しですもんね。うん、これリアンソー切っておかしくなさそうだ。確かに1も2枚しか切れてないもんね。うん、3色はちょっと確定、まあ、決めきれないということで、うん、リアンゾーになりそうよ。リアンゾー切りますよね。やっぱりそうだよね、まあ、はい、マンガンじゃ不服だもんね。 やっぱ跳ねマン狙いたいもんね。そして柴田にスッチーマンのテンパイが入りました。めちゃくちゃいいね。6山6、はい、自分で1枚さらしてますけど、うん、山6ってすごいね。山5ですね、うん、はぁ、お願いしますよ最後まで。どうなのかな、これスッチーマンって盲点になります、これってならないか。まあなるのはなるんじゃないですか。ただもう森下プロは完全にやめると思うので直撃は取れないでしょうけどもね、うん、森下さんは楽そうですもんね。うん、うん、そうですね、うん、林は勝負ですよ。いや、掴んだらもう数万はいいけどね。数万はいいですね。いい数万待ちになったら面白いな。イースーピンも山ほどありますからね。おお、どっちがなる。でもスーピン、スーピンないんじゃない。スーピンの方がないですね。あ、スーピンはゼロだってことは 1,2,3 にしかならないってことですか。3色の完成は 1,2,3 しかない。これ3枚目のイーマン切れましたよ今。あれ、いや危ないな。ジャスチーマンが、まあ、数枚1回入る。さあ山6で山に5枚、うん、まあまあ、 あの別に数ピンないのは分かんないですから、はい、数万引けばリーチにはなりますよね。うん、ただイースを切ってリーチするかスースを切ってリーチするかの差だけですよね。わあ力入ってる。ああ引いたぞ。はい、イーマンが1枚あるんですよね、はい、これは跳ねマンの可能性ある方ですからね。あります、あります、はい、ああしかし数万だ。柴田のつも上がり、タンヤオドラさん、3900は4000折る。ハネマンの可能性を秘めた林のリーチでしたが、はい、柴田の上がりとなりました。これであと1万8000点ぐらいですね。さあ森下最後の壁、はい、柴田の親番です。これ結構な壁になりましたね。そうですね、うん、だってもう相撲は耐えるかもしれないけど直は耐えられない可能性って結構高いもんね。14は切ってますね。あー出ましたね。ご覧の状況ということで11万4000点は切ってますね。13点、うん、3?17 あ間違えた、17.3、ごめんなさい、はい、計算機かちましたよ。あ、目の前にありました、はい、ちょっと勘違いしました。そうだね、17.3、うん、17.3 はもう直撃取られないよね。さあ森下行きましたね。もうこれは黙って見てられないと。うわ、なおポンしていきます。そしてこれが林の手配。うん、いや手配はでも柴田さんの方が投的に、柴田にはドラのイーマンが統一、うん、これは森下お尻に火がついたか。これ4000オールはほぼ並びですからね、うん、そうですね。
6点あるは逆転しますからね。うん、ドラか。さあこれでピンズでメンツが完成しました、はい、ドラドラの柴田チャンス6ブロックね。どっちかのカンちゃんがペンちゃんを待ってくれるとあとは一直線ですね。はい、ペン3層かカンパーワン、パーマンが1枚切れた。パーマンあと1枚しかないですね、うん、ですね。あーこれパーマンが見えないぞ。形で言えばペンちゃんを払いそうだが、そうですね、はい。ただ3層2枚いるからダイレクトに3層引いてくれれば簡単。あーパーマンなくなった。これはカンパンマン切れそうじゃないですか、うん、2枚切れ2枚並んだんで。ねえこう気持ちわかるよね大川はね。うちらよくやるからね大川はね。うんとにかくリーチって言いたいんですよね。森下もこれ何は泣いたはいいけどちょっと手を広げていいものか。いや広げらんないでしょうね。うなんせあの上茶人小笠原さんなんでね、はい、トータルトップの人に泣かしてくれるはずがないので。どん切りとかもね、うん、そう思いますよね。ドーピンはあの合わせる格好ですよね。そうですね、合わせるように。お互い膠着状態ですか。そうですね。この辺で自敗を打ち出していくか。白はションパイだがまだ温存。さあ一歩前進。これは9万すか。2枚切れのカンパワンを払っていく、はい、3層が残り2枚。2枚ありますからね、はい、割り青ピンは結構あるよまだ。ドラドラですよ。ああそうでもないですか。ああでも3枚あるもんねまだね。いや厳しい。どうだ、何でもリーチの構え。うん、モーリアンウピンは森下が回収していく。白ですか。安全牌の中央手に残しましたね、うん、おこれはパーマンなかったよかったっていう感じですね、うん、目いっぱいか。目いっぱいに受けます。ランピン、んこれは6千オールまである形になりましたね。そっかそっかそっか。三蔵から引いてウーピンがないんだもんね、うん、そうですね。ヤンピッチパイですからね。三蔵引けるか。残り2枚あるぞ。うおうわドラ3だ。2枚残り2枚ありますね。リーチですね。これ引いたらもうほぼ並び、ほぼあと1000点ぐらいの差じゃないですか、はい、うわすごい。なんともういけないぞ。森下プロ楽になったねとか言ってる場合じゃなかったね、うん、本当ですね。あーこれは森下の上がりももうほとんどない。イーシャンテンが進まないような状況にあってきてるとなり、びっくり力入るよね。あるぞ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 。急走現物。あこれだけど一回転敗したら白は勝負するか、うん、一枚切れ、うん、白は勝負しそうですね。スッチーマンとウッパースはどっちも現物なんですよね今のところ。両者の現物が続きます。小笠原これも現物。ある2枚ある。いやただテンパっちゃったら怖いねこれ。ウーソー早いからね。3層押しちゃいますか。テンパったらね、はい、可能性ありますね、はい、うわ引っ掴んだ。ここでは打たないですよね、うん、白かノーピンですか。あじゃあこれ3層付きありますね。うわあると思う、ね、ありますね。これ現物合わせられたら3層直撃になりますよ。いや嘘今ならパーソーが出るかもしれない。これ
この瞬間パーソナル、いや吐く、パーソは筋だからね、ないですか、うわテンパったら危ない、危ない、もう見てらんない、だって直は逆転だもんね、逆転ですね、余裕の逆転、この道は難しいよね、来る順番が逆だったら、はい、リャンゾーとか、いや転敗したら打つぞ三走、これただ順番、うわー入ってしまった、いや打つな、怖い、嘘三枚切れ、うわー直撃だ、いやただツモマンがあと1回はね、これはちょっとやめる可能性も結構高いんじゃない、ローピン打つ現物あります、ローピンチーマン、いや打っておかしくない、これ止めたら大したもんだ、ここまで押してきてこれだけやめるなんてことがあるのか、いやー ローピン打ってほしい、千葉さんどうですか、いやここへ来て森下さんがこの時間を使ってるのがすごい印象的ですね、打つ可能性ありますか、あるのを考えてんじゃない、はい、でももう一巡二巡早ければほぼ切りそうだけどね、これ絶妙な順位だよ、ね、あすごいな、よく考えるな、これでここまで考えてるやめるもあるな、いよいよ止まるってことはね、うん、そういうことなんでしょうけど、現状天敗の点にそれほど価値があるわけじゃないのでね、うん、ただね万が一上がった時の価値が大きすぎるってことですよね、確認してますね、上がれれば大きいんですよね、いやー打っておかしくないよ、打たない、そう見事素晴らしいわ、でもまだツモがある、うん、天敗の道を探してます、これさ柴田さん、あの何のポンで配点になってますよ、これ6000オール、うん、これが配点前ですけど、リーズも配点ドラさんだ、6000オールは親本直撃と同じですからね、なるほど、さあうわドキドキするな、1枚あります、あと1枚あるよ、1枚あります、あさあ配点、ここに3層がいたら逆転するぞ、いやー森下よくこれこらえたね、もう見てゾッとすると思うようわーおー危ねえと、俺ナイスと、今一度自分を鼓舞して、この3本場に向かいます、はい、いやー危なかったと、ただあの兆候は多分相当切りたかったはずなんで、うん、もうちょっと早くなくてよかったですよね、本当にね、あと2巡3巡早ければ切った可能性もあった3層、うん、いやー危ないところ1名を取り留めました、さしばたの連チャンです、ドラは何3本場の供託1本、ここまでね何でも通して買ってきた男がここでピッチリ、やっ、はい、当たり牌だけ止めましたね、またいいぞこれは今度また鎮逸みたいなのがある、うーん、さあ森下自力でかわさなければならない、もう上がってはもらえないぞ、うん、さっきまでに比べれば悪くない、はい、ドラの難が一番浮いてる、はい、ドラドラだ林、いやー忙しい忙しい忙しい、うん、さて点差は、あとうとう4000オールでも逆転のところまで来ましたね、ラインまで来ましたか、はい、14,300点差、うん、ってことは26オールぐらいでまだちょっと届かないけどほぼ並びだもんね、そういうことですね、まさかね、まさか柴田が来るとは、70ポイント差ですからね、うん、始まった時は、しかもあの三蔵打ってたら今もう大逆転ですからね、はい、逆に追っかけるのもかなりしんどいくらいの差がついてましたからね、ただ逆を言えばあれをしのいだとも言えますよね、いや見事でしょう、はい、ね、うおウーマン一色か、数万が3枚切れ、ここは一つ冷静な判断かもしれません、小笠原はもうこれはもうちょっと手は組まないと、難儀でありますね、難儀でありますね、イースーマンが相当薄くなってますよ、一旦3万、
おお、うん、来た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 、中連だよ。中連ですか。はい、うん、この状況で俺にあの捨て配されたら相当難切りづらいな。うん、ああ、行くんだ。でもどうでしょうね。なんか難を統一で持ってたらああいう捨て配にあまりならない可能性の方が結構高いので、うん、逆になんか、ね、あの難、うん、そうですよね。いいシャンテンで。うわ、頑張った。林は泣かないはずだ。もう100万ぐらいが欲しいってことですよね、うん、2枚目はでもね、こ泣きそうな気はするけど、柴田さん逆に全部泣きそうですよね。そうず、うん、老僧だけ難しいか。いや失敗したくない。怖い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 。だから崩すにしても森下プロはもう小僧切りなんてのはありえないってことですよね。崩すにしても嘘を切るってことですね。そうず切りたいんだよな。嘘ですね、うん、はい。あの僕らだったらね、やっぱり最終形役割がいいんで、うん、小僧からとかあるんですよ、はい、両面のピンフを重視するような。ただ森下プロはもうこうテンパってでリーチ上等じゃないかという麻雀ここまで見せてくれてますからね、うん、これでチーソーとかありますよね。うん、ソーズはとにかくもう処理しておこうと、うん、あとはくっつきどうくっついてくるか。おー、サンソン切ったぞ。これはチーせず、お瞬重ね、これ名本チーといいシャンテン。いやちょっと考えるか、やっぱり、うん、ちょっと難しいですね。三蔵切りあるあります。ただメンツテもある。両層が3枚切れ、三蔵2枚切れ、うん、ここ初。いやどうなるかな、これ怖いね。突然スピード感ないと思って見てたら余ってきたパイがションパイの流派でしょ、あれ。打ってる方がたまんないですよねあれ森下プロは怖いね多分ね。これでいいシャンテン。うわ、ひどくなったが、ちょっと違う。いや、ハクですか。ハクじゃないかな。鎮圧ありますよね。鎮圧までありますね。リャンパースト三度受け。中連ある。中連はちょっと難しそうに見えますが、うん、種はでも両蔵引いたら強制的に中になる、ね、ピンフになりそう、うん、ピンフのいいシャンテン。イースーマンがもう激薄、言ってられんかそんなことは。うん、チュンは、チュンは小笠原に1枚。まだ1枚あるんだ。はい。三蔵ウソパーソーは、三蔵ウソチーソーですか。あ、三蔵ウソチーソー、うん、チーソー結構薄いですね。でも1枚あるね。1枚ある。おお、パーピン感あるか。いや、ない。いけるか。トーン、イーソーはこっちに来た。いい、これで中ではない。うん、かまだ中連メンチンで逆転しますからね。いやいや、ただただ脳天はやってないかな。やっぱ天杯だけは欲しいな。うん、ドラはこっちに来ましたね。小さい。いやどうする。いや怖い怖いね、うん、もうすでに点差的には闇点ありますからね、うん、一旦リャンマン、うん、さっきまで闇点ほぼない局面と違いますからね、うん、メインホンとかは闇点ありますからね、うん、はい。天杯じゃかなり厳しくなりましたか。小僧なくなって三層ウーソーはありますね、うん、ウーソー2枚と三層1枚、三層1枚。嘘を引いたら、まあ、鎮圧にはしなさそうか。もう天杯ですもんね、うんうん、嘘を引いたら天杯で、うん、あ、9ですね。あ、9層、うん、あ、
難しいこと言いますね。チュンになりそうな気がしますけど。チュンにすると多分転売チャンスが。あ、これ行くか。もう。チーソー。あれ、あ、2万切ってるのか。あ、切ってた。ピンズはなんだ、445。もう3万切って。そうですね。ソーズ引いて転売復活。うん、まだ。あの下茶のピンズの方がいいっていうのもありますよね多分ね。うん、ああこれは嘘、あと1枚もうやめ、想像は切らないと。うわ、失そう。あと1枚2回あ余ったように見えるのか。でもペイ切りだよな。いや切らざるを得ないですよね。もうまだ全然差はありますから。うん、うん、っていうか重なりやすい方ってことじゃないですか。まあ天敗でもこれは今林が9ピン打ってきてる。いやースーピンになるんじゃないかな。うん、林プロはね多分そうそうやめてないなとは思ってると思うんですよね。うん、まあ安全に行くならマンズですか。うん、安全はいくらでもあります。うん、天敗能天どれぐらい大きいと思うかですかね。ああ、いかない。もうこれは慎重には慎重を期しています。万が一にも備えた一打、ね、ああこれでやめてたかと。うん、どうでしょう。あと1回ですよ。3と5が1枚ずつ。5が2枚だったかな。あ、5は1枚か。ったんだよね、じゃあ3と5、1枚ずつ。まだ2枚ありますからね。いや、森下は願うぞ、脳天であってくれと。さて、最後の。おお、あれだ。どっちかに連れてもらえればね。これじゃあ脳天。うん、これも4枚目のパイでした。いやー、もう名残惜しそうにパイを選べない。うん、脳天ですね。入れてみても脳天は変わらず名残惜しい。この手牌統一のチューンに手をかけて脳天となります。ただまだ可能性ありますからね。はい、さあこれで何の、2局が流局となります。全員脳天で流局。さあ何の3局は4本馬強卓のリーチ棒が1本となります。うん、残り最短であと2局。はい、条件計算ですか。おそらくそう、うん、まだ2局で一応2局残り2局でやっておこうということ。おトイレ、あ、トイレでしたね。うん、はい、柴田さんはねここを上がって、はい、あの芝棒とかを回収すれば、まあ、いつもぐらいにはなるんで、はい、うん、ここはまず上がりが一発欲しいとこですね。高い手上がれれば上がれるほど何歩でも条件は軽くなるんで、はい、ただここ上がれないと羽根つも一局勝負とかになっちゃうね。うん、で逆に森下プロに上がられると倍つもでもぐらいになりませんか。まあでも羽根つもぐらいかな。羽根つもぐらい、ああでも2000点とか26とか上がられると倍積もになるかもしれないね。うん、おそらくもう間もなく今の現状とトータルスコア出していただけると思うんですがね、強卓一本の4本馬ですから。はい、柴田さんどうでしょう、ここまでご覧になって。うん、柴田さんがね、はい、ちょっと一気に来ましたね。うん、いや相当厳しい数字だと思ったんですけどね。うん、さあ出ましたね。今森下柴田が143、2200落ちてる。うん、26上がってマンツモとか、うん、上がればマンツモじゃないですか。上がればマンツモ、143で22落ちてるんで上がればマンツモですね。もう、はい、あ、そっか、上だもんね。はい、先手上がればマンツモ、まあ、あの大きい手上がることに越したことはないよと。うん、そうですね。はい、さあ大井決定まであと最短で2局となっております。はい、疲れてるでしょう森下プロもね、頑張ってほしいね。そうですね、道中だいぶ余裕あったんだけどね。はい、とんでもなく追い込まれています。その逆転劇を演じることができるんでしょうか柴田。いや、ただ自信を持ってね、森下プロあの三蔵を止めたね、はい、充実度はね、うん、やっぱり一枚上のような気はするのでね、うん、やっぱね、あれだけ戦ってた人間が三蔵だけやめたわけですからね。さあ何の三局となります。なんか官僚マンのリーチとかもねすごいすごかったね。うん、あの官僚マンで勝負あったかと思ったんですけどね。うん、あったと思いましたね。さあ何の三局、4本馬ですね、強卓のリーチ棒が1本、はい、親は小笠原です。
て林プロはあと2曲だと森下が何着になりますか。その場合は3着ですか。2着3着はめちゃくちゃ厳しいですね。うん、ってことはやっぱり233100万積もってあとオーラスみたいな、うん、はい、なおちゃんいいね。さあこちら森下、この1曲クリア、上がりでクリアできたらものすごく大きい。さあ注目は次です。こちら柴田チュンといつハクトリー、また来た何回来るのこんなことあるの、すごくない、持ってるわマジで、すごすぎますよ、何度こんな手が来るの、嘘みたい。小笠原さんとかに来ればね、泣きやすいですよね、うん、そうですね、前出ますからね。森下プロのところでも1枚、うん、これで森下プロも止まりそうだね、うん、小笠原、ね、チートイシャンテンだ、タンヤオチートイシャンテン、小笠原さんは全部切れそうだね、うん、まあ白昼は山に全部残ってますね今、うん、この林等ですか、本一行ったら出ないかも、うん、ちょっと出る感じしませんね。そうですね、はい、ドラだ、これが山に3枚ある、これだけは切らないですね、はい、ピンにしますか。山さんのドラ、これは小笠原チャンスかもしれない。あ、シャーは安全プレイ、ね、局面で森下プロね、手が伸びてってペッリューって言ったらかっこいいね。おぉ、スワンコ、ドラ行っちゃいます、一回ピンズ切りますか、うん、スワンコありますもんね。そうですね、はい、まさかのスワンコだけはもう絶対逃すわけにいかないのでね、あー伸びない、マンツーは一枚も引いてないもんね。そうですね、いやー、ペーハツ打てるか打てないよな、まだ次手進んだらどうなりますかね、うん、3万回り勝負かけてもいいような気がしますけどね、うん、まだ、あー、そっか、ペーチャなのか、そっかそっか、どっちも一緒だ、条件はね。いやー、3ピンか、行くから、行くなら流派からですね、行くのか、形は整ってきているんです。うわ、珍しい、迷ってますね、うん、あ、行くんだ、今自敗定格だぞ。3万に定格なんですね。3万か、なるほど、マンズの受けを嫌って伸びたら勝負しようと、戦おうかなと、うん、うわ、来た、これは三蔵もポンってことでいいかな。うん、三蔵ポンでしょうね。5万手あるんでしょ。5万3枚白もある、白もある、2枚、もう大チャンス、柴田さん、うわ、トイトイだ、決めた、そっちか、初はないんですよね、初は山に1枚しかない、うん、だから初引かない方がいいかもしれない、引いちゃうと少し上がり自体が難しくなる、ただ大三元だの可能性があるから残しちゃうんでしょうが、でも初引いたら一発逆転どころじゃないでしょう、はい、本一と一等小三元だもんね、あれ、あー、馬だ、これあるんですよ、これ山さん、これが山に3枚6000ホールで必然的に何ポイント縮まるの？ 3ポイント縮まるんだね。そうですね、森下さんが、うん、どういうことですか、あの順位が変わるので
あ、なるほど、小笠原が森下の上に行くからっていうことですね、うん、はい。しかもね、あの柴田さんの一人行きがどうかな、ここだ。そうですね、濃厚になりそう。あ、でも小笠原が浮くか。そうなんですよね、はい、だから森下プロがマイナス1がマイナス3になる、マイナス4になるんですよね。はい、あ、柴田さん7万引いて、そうか、3増打った、3増打った、はい、7万は、7万も打たない、まあ、もう一曲ってことですか、うん、親が上がってくれてもよしと、うん、そうですね、ちょっと夢のある手でドキドキはしますけどね、うん、そうですね、おー、うーわうーわ、え、流派がないけど、流派ない、白は2枚で4万はない、4万ないんだ、ないんだ。でも売ってる本にはドキドキしますよね、こんなの。そりゃそうでしょうね。いや、ってことは天杯入ったらまずいわけ、逆にね。ただ最後は数万切るかもしれないですけどね。数万、ああ、5万引きね。ああ、最後はね、はい、うん、はい、いや、ってかウーマンが3、あ、今1枚森下に流れて、あと2枚、今でもないですけどね、結構前ですね。そうですね、先ほど、はい、失礼しましたありがとうございます。なんとか今にしようとしてますけど、だ、はい、だいぶ前ですね、 4,5 巡前でした。いや、3巡ぐらい前だ。いや、あと1枚なくなった。あ、なくなりました。あれ、もう1枚あと1枚ですね。あ、まだあるんだ、はい、3枚山でした。いない、これで小笠原のツモはなくなっています、うん、柴田が天杯できるか、急走は通しやすい牌ですからね。そうですね、はい、2枚切れの数字。今びっくりした、あの人間違って馬さんを変えるだってさあ、これが入って、うわ、入って5番がいましたか。急走じゃないかな、急走になりそうですね。チュンよりはいいですよね。うん、そうですね。これで流局、何の3局か、小笠原の一人天杯で流局となりました。いや、簡単じゃねえなって顔してますね。そうですね、難波に入ってから全部の矢が連チャンしてますからね、かなり長い半チャンにはなっています。優勝までの道のりは長く険しい。5本場ですか、はい、5本場ってことは3500点あそこに、はい、置いてあると、置いてありますね。さあ、何の3局は5本場、小笠原の連チャンです。まだ順位は変わってないんですね。ですね、500点ほど、はい、さあ、ドラバリアンソー、こちらが森下、初トイツ。これはなんか久しぶりに上がれそうな出会いが来ましたね、うん、動ければいいんですけどね、初が出てくれば。このまま、あれ、二マインツ単品系ですね。初がどこに行くか、林のところに行くとちょっと時間、うん、あの深くなっちゃいますからね、うん、出るのが。そうですね、小原さんさんのところにあるから、あ、結構見込みありますね。しかも一番右にもうセットしてあって、今にも切りそう、うん、白のが初でもおかしくなかった。うわー、来たか、トイトイドラ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 、5万がドラなんで、あれ、リャンゾードラですね。ドラバリャンゾーですね、はい、あ、ひょっとしたら掲示が間違ってたかもしれない。そうですね、チートイのイシャンテンでもありますね、はい、まあ、あの出れば間違いなくポンって言うと思いますけど、はい、できればチートイの方がいいね。ここは9万切り、うわー、ドラ引きだ、イシャンテンですよ、両面両面、うわー、ぶつかるぞ、うん、ぶつかるかどうか知らないですけどね、これで初出ますね
いや、パーピンか、パーピン、うわ、いたさて、いやー、うん、いやこれ小そうか、一旦小そうですね、うん、言いそうないんでね、上がるとしたら柴田さん、うん、数層とかなるんでしょうね。お、さらに数層の地、ここはもうなりふり構わず攻めていく。初が出ない、出ない、まあこの出ないうちにね、チートでテンパってくれると非常に展開悪くないんですけどね。引きそう、ドラーだ、三層か、これはすごいつもが来たよ。三層切っての3000、6000まである。うーわー、うーわ、怖い。スーソー食い取られた。あ、スーソーも痛い。あ、チート。でも数万が小笠原に危ない。危ないのか。危ない。小笠原に数万が危ない。もう見せてくれない。うわ、数万当たり。本当だ。ここで引けるか。うわ、変えちゃうか。ローピンよく見えるよ。うわ、数万だ。これで分かんなくなった。ただこれで供託が1回回収。今日は3000、うん、トン1500は3000の上がり、6本馬となる。これで着順変わりましたね。そうですね、はい、ただどっちが良かったか分かんないね。柴田さんにも逆転の手が入ってましたから、ね、うん、ああそうですね、はい、確かに入ってた。ドラがまたしても、またしてもじゃない、さっきは、うん、これな、数万ですね、ドラ数万。さあ、小笠原、連チャンが続く。森下にとっては最後の試練が長い。難が統一。お、マンズの方いつか、はい、現状ね、9300点差で1万点切りましたね。おあら、じゃあもうこれ、ここで森下が上がらない限りは、もう結構、柴田の優勝もオーラスまで現実的ですね。そうですね。はい。ただもうオーラスはね一極勝負になりますから、まあ森下も逆にここで上がって1万2000点以上の差を持ってオーラスに入れればハネマンですからね、できれば上がって終わこの矢を終わらせたい。逆にうわー、それはさせたくない。柴田粘れるか、小笠原本一見てるんだ。これしかもあの手で柴田さん上がると、はい、オーラス一極勝負じゃなくなるもんね、これ多分ね。ごちゃごちゃなります。あの脳天にできなくなるじゃないですか。なるほど。プロが手の形的には今柴田の方が良さそうには見えますが、どうなんだ。ちょっとあの芝棒がいっぱいあるので、はい、本番がいっぱいあるので計算しませんが、しませんが、はい、それぐらい、ああ、さあ選択、はい、どの両面にするか。マンズが林でに高い、うーん、難しいな。一応4万匹備えてチーソーパーソーとかタンヤオの可能性を膨らますためにありますよね。ここはマンズを嫌っていった。ここは面品率ありそうだけどね。いいシャンテン目いっぱい、しかもドラ切る気満々ってことか。これはさあどっちが先に転敗する。うお、さらに広がる、さらに広がる。森下か柴田か、最後の直線に入ってる。最後の直線どっちだ。ああ、先切った、ここは先切った。これね、あの柴田さんに両面払い見せられたんだよね。そっか、やべえと。でも俺だって負けられない形だぞと。ああ今スコア表の方見ましたね、はい、いやーこれはもうぶつかっちゃう、正面衝突だぞ。ダメダメ。さあ柴田はテンパしそう。うわ、ウッパーマン先嘘だろ、これめちゃくちゃ薄くなってたのに。ノーチョンペーション、いいシャンテン、はい、てあテンパイだ。サブローマンピンフドライチ、これ上がれたらでかい。うわ、サブローマン強いんじゃないのこれ。ローマンが結構ある。ロ？いやテンパイだけど。リーチだ。リーチ。これ森下どうします？ね、普通の人は戦えない。普通の人はね。目つぶっちゃいますか？ただ親あるし。マンズだ。怖え。
残念。いけます？いや普通の人はいけないし、うん、凡人はいけない。むしろ当たり牌寄ってきてる感じもあるじゃん今。なんかそうですよね、このやっと久々に入った天牌、罠にも見える。誘われている。誘われるね。ケブチパーピンだけ。しかもさ、何点か分かんないじゃん、トンキってリーチされたら。はい、ね、めちゃくちゃ高いリーチにも見えますもん ね、これ下手したら。もちろんね、めちゃめちゃ高いリーチにも見えるし、当然こういうリーチもあるのは森下プロ分かってるんでね、はい、でも抜くのパーピンしかないもんな。1枚ぐらいいく。うわ、いくんだこれ。いったら勝ちそう。うわー、すげえ、すげえ、さすが東海一ですよ。これ東海一はもう下ろしてもらっていいんじゃないですか、うん、これ勝つってこと。じゃああれ押せたら。対して柴田は三蔵。柴田さんも状況同じだから、ピンズは、まあ、ピンズが打ちやすそうだ。難しいね。次は何が来る。そうだ、かっこいいな。これはまだ打ちやすいか、若干でも、うん、若干でもね、はい。まあさっきのチーマに比べたら大体の牌打ちやすいですよね、もう。うわ、あ、違う、これは、あ、天牌逃した格好だ。まあしょうがない、リャンピンチーピンから天牌逃した格好。どうなる。想像払ってたら上がってた。無理。積もった お見事、お見事。ピン普通もドライチ700-1300の6本場1300-1900。これ羽つもの条件を押し付けましたね。そうですね、もうマンツマは間違いなく届かない。はい、うーわー、柴田も本当にわずかな選択で言いそうで上がれた可能性があった。あとはウッパーマンの両面外しの選択。そうだね、いやー、ちょっといろいろありすぎてよくわかんない。よくわかんないね、何がどうなってんのかよくわかんない。さあ今出ましたね。ん、羽つももダメだ。ダメ。181181。羽つも100点届かずだ。森下は今これ3着ですか。着順の関係どうなってます。これ羽つもなら森下3着ですよ。ああそうですね、はい、羽つも OK、 羽つも OK ですね。羽マン積もった場合、森下が親っかぶりで、この半チャンの順位が3着になるため 18,100 点差は買わせる。そうですね、羽つマンツもはダメですね、はい、羽直羽直も羽マンですね。一曲になりましたね今のね。すごいね、うん、やってくれましたよ。 OK ですか。はい、さあ第45期王位戦決勝戦最終5回戦は何の4局オーラスを迎えます。親は森下、はい、第39期以来2度目の王位を、今目の前まで来てます。ドラは初。さあ2番手につけてる、柴田との点差が18100点差、はい、藤崎さんこれどういう点差になるんでしょうか。そうね、まあ、先ほど言いましたけど順位点の関係で、はい、初点だけだと届かないんですけど、順位点の関係で羽マンツモがギリギリ届くと、はい、で直撃も跳ねまんじゃなきゃダメと。なるほど。で他の人から上がるときには24000点ないとダメなので、うん、3倍満以上じゃないと、はい、他の2人小笠原さんと林プロからは上がれないという条件ですね、うん、さあ文字下のこちらのハイパー、もうこれはハイパー折りの構えになりますか。跳ねつもを避け、跳ね直を避けるように。そうですね。さあそして注目は柴田の手配。柴田さんこれどうですか。羽つも羽直、これはメンホンとか、メンホンチートイ、ドラドラとかメンホンチートイ見るかなと思った。でも国士で来るかもしれないですよね。今パーマンから行きましたね、うん、だったんで一色ならマンズが一番多くはありましたが、うん、ここはパーマンから切り出していきました。ただなんか今日の柴田は役満付いてますからちょっと怖いですね、うん、怖さはある。あと林君がギリギリ役直残ってるぐらい、役満の直撃つもはダメ、役つもが OK でした。いや役つも OK なんですね、はい、あ、なるほど。さあこちらが小笠原、はい、いやでもね本当に昨日から見ていただいてる方にはね、はい、面白い王位戦でしたね今年も。さあこれは柴田が
奇跡の大逆転を演じる一曲になるのか、それとも森下の2度目の王位へ向けてのカウントダウンとなるのか、ハネマンの直撃を避けたい、はい、柴田の捨て配送からするとちょっと一色ではなんかなさそうですよね、うんうん、となるとやっぱり自敗とかは最終的に打ちづらい感じですか。まあそうですよね、はい、チャンタとかでもなさそうですもんね。まあまあ国心もそう、最初に警戒するでしょうね、うん、一球自敗を後で打たないように進めていかなくてはならないか、うん、でもなんか不用意に切り出してポンされるのも怖いですよね。うん、あのそうね、はい、あの自敗のポンは怖いですね、やっぱりね、はい、ましてや浮いてる自敗流派だからね。そうですね、ドラだもんね。ペイトンあたり先に切っときたいな、もう。でもポンされて役満ってのも嫌だしな。ただなんかね、あのもう柴田さんだけ見てればいいと思いますので、はい、柴田さんが単品系、単品3色とかそういう手ではなさそうなので、意外と自敗絞っても手詰まんないとは思うんですけどもね。さあこれで最後の分岐点ですね、明本チートイか、まだこれまだ国士か、そっか、ウーマンを打てたらか、明本チートイはドラが来ないと無情だね。でもね、そうですね、積もったら上がれない、リーチをかけなきゃいけないってことでしょ、直撃じゃなきゃダメだからね。はい、ただ初は2枚ありますよ、ドラ初ですよね。あ、ごめんなさい、3枚ありますよ。本当だね、はい、だからこれもリーズもチートイドラドラとかでいいわけですよね。うん、ハネツもね、 あそこそこ、ハネツもハネ直なんで、メホンチートイも積もっちゃえば大丈夫ですね。ただね、出上がり効かないからね、うん、うん、まあそうそうだね、リーチ打つかどうかってありますよね。まあリーチ打つんでしょうね。いや出ないと思ってんだ。あ、そうだ、だってどうせ積もるか、もうどうせどっちも同じなんで、確かに、はい、そうですね、ま、切り間違って羽根は打ってくれるかもしれないんで、うん、漫画直撃はどうせ上がれないですからね、はい、うわ慎重になってる。もうこれで明本チートイですね、柴田は、はい、キューピンはないの、はい、うわうまあ、こあれスワンコ林プロのキューピンは1枚。おさあ半分を超えた、はい、いやでもちょっと手がきつい、なんかパンパン、もうトもペイもないので、うん、林プロの少数紙はないんですね。うん、なるほど、スワンコしかない。初ありますよ、3枚3枚3枚じゃとりあえず林プロが3枚引いてくる可能性もあるわけね。そういうことですね、うん、はい、あります、おっしゃる通りで。いやー引かない、この辺で一つぐらい重ねておきたいんですけど、何か切れちゃってるのはあるかな。白もまだ1枚残ってるな。なんかね、森下さんから見るとね、柴田さんが言いそう切ってるだけでどんな進行状況なのか気になりますよね。国士転敗してんじゃないかと 思っちゃいますよね、うん、受けては思いますね、はい、うわどんどん自敗回収するのは森下だ。さあ、あと6巡。うわ来た、やっと来た、やっと来た。旬選べるか、9万何枚出てたんだ。1、2、2枚切れか。ああ中初が連続で、初はあと1枚、あと4巡、あと4巡。柴田さんあと3回しか積もらないでしょ、もう上がりまでは1回無駄積もした時点でこれでダメダメですね。条件満たせず、あと2回で転廃して1回で上がるしかない、もう転廃できない。そうですね、だからちょっとうわあと3回で転廃して最後に直撃しなきゃないんではい、
ということはどうやらこれは、うん、ああこれで今3個できましたけどこれもダメ、三蔵返して捨て牌の三蔵返して三ピンと三蔵いいピンもうわー無情にも、まあ後から拾えば林には数アンコウの可能性があったということか。すごいできてますね統一が。あれ私も2回あるから林さんの方が可能性ある、ね、本当だ。ペイはないんだよね。数層もないです。数層もないから。ない。ウーソーウーソーって書いてある。ウーソーウーソー。ウーソーこ、ダメか。ダメ。いやーすごいな本当に。あ、ウーソー二個ありましたよでも。本当に三蔵返してたね。本当に三蔵返してですね。さあ森下第39期以来2度目の大井となります。これが入って。はい、チーピン切って天杯見せつけてあげてください。あ切らないと。はい、これで流局、はい、何の4局は全員脳天での流局となりました。さあ、ということで、決勝5回戦はトップから、柴田、続いて森下、小笠原、林という並びで終了しました。はい、以上の結果から第45期王位戦決勝戦栄えある優勝は森下雅人プロとなりました。もう間もなく、すぐに、表彰式となります。第45期王位戦決勝戦すべての対局を終えました。ただいまから表彰式に移りますが、はじめに惜しくも敗れた選手に話を伺ってまいりましょう。第4位小笠原直プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。初の G1 決勝戦、はい、終えてみた感想いかがでしょう。いやもっと最初の方戦える手は来てたんですけど、なんか相手の手こうかなとか勝手に思い込んでなんか打てないとか思ったりして、結局もう途中から戦えなくなってて、うん、悔しいですね。応援してくれた方もいたんで全然いい報告ができなくて、うん、まだ力足らずだなと3人の戦いを見ながらかっこいいなって思いながらやってました。いつもはこう対局を伝える側ですが、はい、今日は選手として立ちましたが、 そのあたりは、いやなんか普段見ててやっぱここを攻めるんだなとか、そういう選手のいいとこいっぱい見てきたんですけど、それが自分は真似できなかったです。真相しかったですね。はい、あれ どうだったんですかね。ダブリどうだったんですかね。いろいろあったと思いますけど、はいはい、いやでも結果的には悔しいなと思いました。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、続きましては第3位です、林博隆プロです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、本当に最終戦までデッドヒートの中、はい、対局を終えた今の感想いかがでしょう。疲れました。疲れましたか。そうですね、普段こんなに集中して麻雀することが少ないので、はい、疲れましたね。プロまだ1年目ということでこの舞台でしたが、 そうですね、そのあたりは、はい、いやもうまだプロになって10ヶ月ぐらいなんですけど、こんなに真剣勝負の場に自分の身を置けたことがすごい幸せでしたね。誇りに思います。こう解説今日は藤崎プロと広柴田プロだったんですけど、かなりこう、はい、まあ、失礼な話、ちょっと評価がすごい良かったんですよ。あ、本当ですか。嬉しい。そのあたりどうでしょうか。嬉しいです。いやもうでもそのいつもその、まあ、協会な、日本プロマージャン協会なんですけど、はい、やっぱりルールが全然違うので、そのこれでいいのかなあれでいいのかなとか、その押し引きのバランスがそのいつもと全然違うので少し、まあ、難しかったですね。はい、菅野道場に行かれてちょっと練習されしようと思ったら公式ルールの日じゃなかったっていう話を聞いたんですけど、はい、8000オール上がって帰りました、はい、どうでしょう、初めてのこういう舞台は楽しめましたか。そうですね、もう楽しかったです。まあ、最初3回はその落ち着いて自分のペースで打てたんですけど、3回戦目ぐらいでその森下プロがそのちょっと抜けちゃって走っちゃったんで、そのギア上げていかないとと思って、まあ、焦ってはなかったんですけど、まあ、もう77以上のイーシャンテンはもう前に出ていこうというふうに決めて、その4回戦5回戦挑んだ結果、そのまあ法中に普段なら止められてるハイも法中につながったりとかしたので、まあ決勝バランスで打った結果、まあ、ちょっと届かなかったかなという感じです。はい、はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
はい、続きましては惜しくも準優勝です、柴田英明さんです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、序盤ちょっと厳しい中、うん、最後お見事なあの追い込みでした。対局を終えてみていかがだったでしょうか。いや、楽しかったですよ。僕もあの競技麻雀始めたのはこれに出るためのでしたんでね、はい、もう夢の舞台に出れてもそれで本当嬉しかったです。それさらに、うん、その決勝の舞台で、もうあと優勝まであとわずかというところまで来ました。あの時の気持ち、まあ、途中は来ましたですね、はい、ひょっとしたらという気はちょっとあったんですけどね、はい、で役満も国士と大三元、うん、射点ぐらいまで行ったんですけど、ね、はい、あれ、はい、あったのかなと思って、ちょっと後であったケースとなかったケースとありましたね。はい、あの本当にないのかなとかちょっと思ってたんですけどね。あの、うん、イーソー9層の国士無双の時はありました、うん、ありました、ありました。はい、ね、森下プロが、はい、あのカンディアンマンで上がり入ったわけですけどね。そうですね、はい、その、まあ、柴田さんがこの舞台に立つまで、うん、立つために、競技マージャンやってきたという話ありましたが、うん、はい、実際打たれてみたか、あの、いや本当にね、僕4日目、 G1 大会で4日目行くの、今まで3日目が最高だったんですけど、はい、4日目の景色はどうかなと思ったら、はいはい、素晴らしかったですね。あ、本当ですか。あの、楽しむことはできました、うん、もう全然緊張してなかったです。楽しかったです。いつも通りじゃ打つことができた、はい、ただちょっと入り込んでて、はいはい、ちょっとあの映像が見にくかったんじゃないかなと、うん、もうちょっと手配が寄ってしまう、うん、まあそのあたりはもう慣れですから、ちょっと入り込みすぎてね、はい、ちょっと空中切りしたり、あ、ありました。大阪の方では配信よく出てるんですけど、ね、はい、もうちょっとまともに打ってたんですけど、すいません、いいえ、とんでもないです。すい、あの、まあ、いつも通り打てて楽しんでいただけたなら、まあ、内容はね、あの、はい、アマチュアですから、ちょっともうひどいところありましたけども、まあ、そこはご勘弁ください。はい、またぜひあの来年この舞台に戻ってきていただけることを期待しておりますので、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。うん、はい、ということで、第45期、王位戦栄えある優勝は森下雅人プロです。森下プロには日本プロ麻雀連盟会長森山重和より優勝カップの授与となります。おめでとうございます。じゃあ森山会長お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。もう7万もう少し早く切れよ。悩むなでもよく切ったよね、はい、おめでとうございます。はい、ということで、栄えある優勝を改めまして森下プロとなったわけです。もうちょっとそっちでお願いします。はい、じゃあ少しお話を伺ってまいりたいと思います。はい、はい、優勝、2度目の優勝になりますね。はい、はい、今の率直なお気持ちいかがでしょう。いやー、もう本当にビビり倒してました。もう本当怖くて、はい、いや本当嬉しいです。ビビり倒してましたか。いや、ビビり倒してましたよ。本当ですか。もうあのチーマンでもこれ、はい、ね、今会長からチンマもっと早く切れって言ってましたけど、あの解説の2人は切れないって言ってました、はい、そうですね、はい、あれで補充したら本当、まあ補充したら、はい、まあ、親番でもう一回やろうって思ってたんで、うん、はい、まあチンマで補充したら、うん、それまでの戦い方がどこかやっぱり悪かったんだなと思って、はい、一つだけ、はい、一つだけ行こうと思って、はい、勇気振り絞っていきました、はい、それがまあ見事いい結果につながって、あとはもう直線走り抜けるだけという、はい、震えました本当震えましたね。はい、対局を振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、まあ結構いろいろして、はい、戦略的な部分も多分あったんですけど、うん、はい、まあそれがうまくいったなという感想です、うん、はい、じゃあ練った作戦が上手にはまってくれたと。そうですね、こう、はい、うん、例えば、うん、9層1巡目で仕掛けたらこうなるかなという予想だったり、うん、はいはい、うん、がたまたまうまいこといきましたね、うん、はい、この王位戦の開催期間の間、まあ、こう72勝って16勝ってこう来るわけだ、来ると思うんですけど、はい、まあ、昨日の夜あたりはどういったことを考えてたんですか。そうですね、あの優勝と準優勝じゃやっぱり全然違うので、はい、まあなんていうんですか、自分の力で切り開こうと、うん、優勝しようと思ってました。じゃあ切り開いたチーマンと言っていいですね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。あの解説の2人が、はい、あ、これは素晴らしいって言ったのはペンサンスを止めたやつですね。あの 今日の5回戦の中で一番の時間使った長考だったと思うんですけど、
三層打つか打たないか。サブローソンなら、はい、多分ウーソーがも、はい、まあ、ウーソーが早かったんでサブローソーってことはないなと思ったんですよね、うん、ただ残り山のん残り灰が、まあ、あと2回ぐらいしか積もじゅなかったんで、うん、はいはい、1巡かな、うん、2回2巡ありましたね。あとやめました。じゃああれやっぱりもう2巡3巡早かったら打ってた可能性あった。そうですね。あ、はい、じゃあちょっと神様に救われた部分もひょっとしたらあったのかなと。いや、もうついてましたよ。それはついてましたよ今日は。はい、それではですね、今後の目標なんかをぜひお聞かせいただきください。そうですね、目標はやっぱり宝泉ですかね。今 B1 なんですけど A2 A1 と上がれるように、これからも頑張っていきたいと思います。はい、それでは最後にですね、はい、本日ご覧いただいているファンの皆様に、メッセージの方お願いします。はい、これからも頑張ってきます。いつも、練習一緒に練習したり、一緒に遊んだり麻雀してね、まあ、お客様や、一緒に頑張ってくれてるプロ、みんなにありがとうって言いたいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、改めまして第45期王位戦栄える優勝は森下雅人プロとなりました。本日はこのあたりでお別れとなります。また次回の放送もお楽しみ。それではさよなら。